あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は評論家宮崎哲也さんですい、よろししくお願いします。まず為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル144円30銭付近での取引となっておりますではこの時間取り上げるニュースこちらです 東京23区の6月の消費者物価指数前年同月比で3.2%上昇総務省は6月30日先週の金曜日ですが東京23区の6月の消費者物価指数の速報値を発表しました値動きが大きい生鮮食品を除いた指数は去年の同じ月よりも3.2%上昇22ヶ月連続の上昇となっております まあ全国の数字は今月中頃21日に公表されますけれども、その先行指標的にまあ中旬までのね数字が出てまいりますけれども、まあこれを見るとと。あのー、生鮮食料品及びエネルギーを除く総合指数というのはコアコア指数ですけれども、はい、これが相変わらず 3.8%上昇で、コア指数とか総合指数,数を上回ってるんですよ、ずっとこの傾向が続いていて、まあ状況からいうと、ほぼ横ばいという感じなんでしょうね。はいうんまあ、これね、えー、言われているのは、やっぱり海外から持ってくるものであるとか、の値段が上がってるんじゃないかと、まあ、今回は特にこの食品関係の上昇というのが目立つという記事が多いですね。うん そうですねただ、まあ、そうすると輸入食料品が上がっているあ、まあ、原料と小麦とかねうそういうのが上がっている可能性はありますよね。まあでも状況はそれほど変わらないということで円安が、ねはい、かなり進んできているのでんこれが7月分どういうふうに出てくるかというのは。 あの一つの注目点なの、まあ、でもえん、為替は、ね、そんなには、うん、あの皆さんが思っているよりはあの影響が物価に対する影響はすないので少ないのではないかと、ないわけじゃないですよとは一応言われてるんだけど為替、まあの変動の影響よりはそもそもの価格が上がってしまっていることの影響。 そうすると、やっぱりウクライナの話にいってしまうというところなんですが、まあ、とにかくね、はい、日本の物価はどっちにしても、コアコアでも3.8、えー、コアで3.2だから、例えばヨーロッパなんかに比べればですね、ずっとマイルドなあのインフレだと。まあヨーロッパの数字見ると、毎月10%ぐらいのね、それとね、これ、東京特区じゃない、はいえー あのこのこ消費者物価指数のそうですね今回出た数字というのは数字っていうの今回出た数字っていうのはね、うん、やっぱりね、資産がね、うん、相当資産インフレになってきているという感が、これは私はね、はい、少なくとも大都市部においては、ええ。ええ それこそ30年ぶりか40年ぶりぐらいの。おお、そうすると、あの、いわゆるバブル経済、ね。そうそうそう。バブル経済の頃って、皆さんご存知ないだろうけど。はい、そうですね。私はリアルタイムに知ってるけど、<ー>とにかくさ、はいこう、都心のさ、港区のさ、うんうん、土地がさ、その翌年には、 倍な、およそ倍になっているというようなですね。とてつもない、あの、資産インフレだったんですよ。まあ、それがこう、後々にね。えー、はい。えー 潰れてしまって、ああ、れはバブルだったんだということがわかるんだけれど、バブルっての終わったってからしか、バブルだったのかどうかわかんない。今の段階で資産インフレと言っておくのが正しいね。株価も、あの、土地も、マンションもね、だんだん上がってきてるでしょ、首都圏は。首都圏のマンション価格っていうのがね、中古も含めて上がってるってのこれはね、でもね、あの、悪い話、 ではないんですよ。まあまあ、これバブルだったら悪い話になるけれども、はい、同時にあの地方も、ええお、例えば北海道とかね、東京から、うん、遠く離れた北海道と九州とかでも、マンション価格とかが値上がり、オフィス価格が値上がりしてるから、<laughs> お<ー>それを考えると私はずっとね、地方創生だ、<laughs> ごちゃごちゃ言って地方創生言うけど、地方の地価が上がらなきゃダメだと。 ずっと行ってきたんで、やっと上がり始めたというところで、うんえー、まあ、あの、景況感がね、はい、社長とかに、さんに聞いて、今日日経出てたけど、えー、かなり良くなってきて、えーね、良くなっている <laughs> ということなんで、まあ、その、確かに、こう、物価があまりにも上がりすぎるというのはまずいけれども、はい、あ特にこう、あの、 低所得層というかうあ、そういう人たちにとっては直撃してしまうんでまずいか。まあ、その人たちには何らかの手当てしなきゃいけないんだけれども、えー、あのお、悪いことばかりではないとうんいうことですね。まあ、これで、ね、結構この景気の良い数字というのもいろいろ出てきていて、まあ、企業の収益も良くなってきているだろうとか、えー、あるいは先週末あたり、あの、税収も、2022年の税収70億円。当然です、それは。 <laughs> あの,の、企業収益が良くなって、はい。えっと、地価等が上がってくれば、あの、の政府、政府のお税収も上がっていくのが、うん,う,んうん、あの、当然ですね。むしろまだね、まだこう、鈍い感じが、<laughs> <ー>もっと上がってもいい、あの、税収上がってもいいと思いますけどね。うん。確かにね、あの、考えてみて、資産インフレするってことは、これ資産にかかる税金、<っ> <laughs> 同じ税率であっても、 金額は多く取れるってことになりますもんね。えー、だからこう、まだ消費がね、はいまいちなんで、実はこう、消費税の比率がどんどん、あの、上がってしまったんで、はい。あの、あ<ー>課税に占めるか、課税、課税比率の中で、税収に占める秘密の中で上がってしまったんで、はい、それが一種の鈍化の原因かもしれないですね。ああ、なるほど。昔の税率で計算すれば、もうちょっと、 ビョーンと上がってってもおかしくない人。そうそうそう,そうだから今日今今日の、はい、あのー、日本経済新聞の経済教室にえ、ええはい、どうやって大企業とかうん、うん、あのー、資産層に対して課税をするかっていうような話が出てたけれど、あ<ー>まあそろそろこういうことをですね。はい。えー、えこのこの経済状況が。 続けば大企業、今う富裕層への課税強化ということが必要になってくるかもしれませんね。これをこう、日系のね、 えー、経済教室にが載せるっていうのも、はい、なんか日経というと、このね、大企業とか富裕層とかに関して、法人税を減税しろと、ね、そう,そ,う,そ,うそっちの方が多かったこれは私はとてもあのまともな主張で、社会保障関係のさらなる給付抑制は、給付を抑制することは避けるべきだと、はい、そうすると財源どうするかっていうとう、まあ、私はこれが成長がどんどん続いていくということが前提なんだけれども、えと大企業や富裕層に対する課税 を強化するということは、はい、当然視野に入ってこなければならないというふうに思いますけどね、うん、あのまかり間違って消費税を上げるとかっていう考えちゃダメだめ、はい、今、消費がね、まだまだ盛り上がってない中でというところですよね今朝のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さんです引き続き続よろししくお願いします。 さあ、足元の経済、これからというところ、まあ、日本のね、えー、物価、そしてこの先のと、まあ、その消費を喚起するということを考えると、やっぱり可処分所得が伸びなきゃいけない。ええ、あの、先ほどね、はいえー、大企業とか富裕層に対して課税強化すべきだって言ったんだけど、大企業はその前にです、大企業とか企業は全体はその前に賃金を上げなきゃいけないという要請があるので、まあ、はい、そういった意味ではまだまだ、課税、課税強化先の話だと言ってもいいんだけど、うん とにかく賃金は上げるべきなんだけれども、はい、ええー、といってその、あの、それがね、うんえー、欧米のような、インフレにつながるようなやり方では、 いっもうずーっと、はい、あの、もう耳が腐ったよっていう、っていう話があるかもしれないから、<laughs> ずーっと言ってきました。もうね、これが賃金上昇と物価上昇がいたちごっこになってくると、そう、もう加速しちゃう。ただね、あの、まあ、これは単に私のいろんなデータからの予測なんですけれど、はい、うん。えー、おそらく、インフレ、うん え、リスというのは、はい、これから、ああ、年王を超えて、え、うん、年末から来年の、お初頭に至る、に、いた、るあたりに、に、はい。えっと、落ち着いてくる。落ち着いてくる。と思います。うん。インフレ率はね。うん、で、賃金は、うん、はい。えー、大企業のみならず、あの中小企業も含めて上がってくるとう。うん。あの、中小企業がだんだん価格転嫁できるようになってきたんで、はい。で、上がってくる、うん そうするとね、うん、おそらく来年の半ば過ぎ、年を過ぎぐらいには実質賃金が上回る、プラスになるんだと、可能性がある、<ー>可能性ですよ、まだ。うんうんうん なんか不,不良のこう事態とかが起こるかもしれない、ウクライナ戦争みたいな。地政、まあ、学的な、ね、リスクというものはもうそうそうあるからもしれないけれどものこのままでいくとっていう,、はい、ていう前提でできればその間にウクライナ戦争終わってほしいっていう,ういうのもあるんだけれど、はい、なじゃないかなと思いますけどねおこれね、実質賃金がまあプラスになってくる物価の伸びよりも賃金が伸びるんだ、うん、ということになるとあ 手元ちょっと余裕出てくるよねっていうのが、うん、だんだん実感として出てくる。そうそう。あの、本当はね、はい、何度も言うけど、これは人によるからからか、はい、経験には言えないんだけれど、はい、あの、まだあの、コロナ期の貯金が、 強制貯蓄の部分がまだ残ってるんで、50兆残ってる、ほとんど手つかずが残ってるんで、はいうん、それをどうするかっていうのもまだあるんだよね。うんでこれなんで、きるだけやっぱりもともと消費されるあのべ,きべきものだったんだから、消費してほしいんだけどっていう、どうやったら消費してもあの、適切に消費してもらえるかっていうのが、はい、こう一気にやられるとまた物価上昇につながっちゃうんで。一気に出てくると、もう需要が足らないってなって、ビョーンとうそうそうで。需要あの 供給の方だとさ、あの、人手不足だから、うん、そうおいそれと供給を増やすわけにいかないから価格上がっちゃうわけですよ。すごくこう、うん、あの虚しい 価格上昇じゃないですか。うん、確かにそうなっちゃいますよね。そうこれね、アメリカが特に、まあ、コロナ後、まあ、コロナであれだけバーンと財政失踪しただけに、うん、その後のインフレっていうのは、それが原因だと言います、ね、そうそうそう、だからインフレに逆に言うと、うん、その、あの、 ペントアップ需要も、はい、あの財政出動も吸収されてしまったこと値上げに吸収されてしまったような感じっていうのはかなりの率であると思う。うあの、かなりの比率でそこに吸収されちゃって、<ー>これ虚しいじゃないですか。確かに、本来意図した形で経済が回ってきてくれない <laughs> そう,そう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 。うだからね、ここ、日本は非常に状況的に言うといい感じになってるんで、はい、この後期を逃してはならないと、私は思ってるんですよね。うそうするとやっと、 企業としては物をこう、あの、値段を上げても大丈夫だ。はい。賃金を上げてもだいだいだい大丈夫だっていうような雰囲気が出てきたんで、うん、これはうまくやると好循環につながる、繋、うん、がらせることができるわけですよ。うん、それは政策の責任だと。<ー>政策の責任も、はい。 65%ぐらいあると思ってるんだけど。うん。さて。さて。さて、ね、田さんどうなんですかいやそこでもってね、あのー、それこそ今は、ま、緩和的な状況になってますけれども、これが、こう、経済が回り出して、で、えー、物価の上昇っていうのもいい形になってくるということになると、うん、海外からの要因ではなくということになってくると、もうフェーズも変わってくるという、うん。そう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 。 それでまあ私は相当こうあのアメリカの経済は、はい、あ特製造業とかは傷んでしまっていると思うので<ー>これはうん、うん、あの基本的にまずは、はい、あの利上げうんうんうんまあアメリカは本当社借金になってる利上げしてますもんねそうで それがあまりにも急進的すぎたので、はい、まあ最初からこれや,やる前から私はこれは何かの危険性があるんじゃないかって言ってきましたけど、はい、そ,それで傷んでるんでなかなか回復しないですよこれは。ーでだからフランスがあんなことになってる縁起も。 こ,こ,にあるこういうことにあるわけですね。そこにあるわけですね。えー、フランスの暴動について後ほど教えてニュースキーワードのゾーンでまた詳しくお話しいただきます。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。ゼレンスキー大統領、停戦交渉は本来の領土を回復した後のみ可能。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、ロシアとの停戦交渉について、 クリミア半島を含む本来自国本来の領土を回復した後にのみ可能だとする認識を示しました中途半端な形での停戦を改めて否定した形ですあのーはい、これはね、うん、6月の末に、はいあのー、ワシントン・ポストの電子版が <A> あーキーウ極秘 訪問したバンズうん、うん、バンズ長官に対して、うんうん、ウクライナ側が反転攻、反攻作戦で秋までに相当の領土を奪還し、クリミアもうん、うん、攻撃射程範囲に収めた上で、年内にも対露交渉を を始めると計画を伝えたという報道があったわけですよ。そ,うですね、それをまあ一応形式的には打ち消した形に。うんだってこれはさクリミアは攻撃射程範囲圏内に収めたらやるっていう話だから完全奪還した,した、はい、後にやるという話とは違う、うん。どっちが正しいのかというとこなんですけどね。うんでまあ、反転攻勢がちょっとこう あの、一進一退の感じがするでしょそこの中で、まあ、このままこう、士を弱めてはいけないというですね、はいえー、ゼレンスキーさんの状況判断があって、一応打ち消す形になったんじゃないかと思うんですけど、うん、私は本音の方は、うんはい、バンズさんにパーンズ長官に言ったことなんだというふうに。 まあある意味ワシントン・ポスト報道が本音の部分でそ<う>今私が読んだ見出しとかっていうのは、まあ、建て前というか建て前というかとにかくは今はもうここ攻撃してる最中なんでやるべくてこれを取り返すしかないということをお特にこう兵士たちに、はいえー、知らしめるために行ったのではないかと。う まあその辺ね、これ、どういう形で話が持ち込んでたかとか,か。というのはさ、そもそもバーンズがさ、はい、バーンズ長官が、はい、はい、c 長官が。極秘で行ったということ自体が何らかの停戦、停戦、はい、条件というものを探るっていうことなしには、 現時点で考えられないと現時点で国会談やるっていうのは。うん、まあ、本当、軍事作戦の話であれば、バーンズ氏の範疇ではないし、うん、やっぱりこういう,こう、その先の先みたいなものを動かすためにいくと。そう、うん、それはこの間の、ほら、えーと、イベントでちょっと言い損なったんだけど、はい、考えてたんだけど、やっぱりアメリカはちゃんと考えてるから、停戦後の。の おウクライナの体制をどうするか。国際政治、はい、国際政治、国際秩序政治をどう立て直していくかっていうのは考えてるからね。そこはね、やっぱアメリカっていう国は、はい、なかなかこう、ええ あのー、計り知れないものは、タングベース系すべからざるものがあると思うのは、て日本だってさ、うんはい、ずっと戦争始ま,始まる前からもう、はいあの、日本が敗戦したあとどうするかっていうことを考えてたわけでしょそうですよね、太平洋憲章だとかっていうのは、うもう1941年とかなですね。どもね、このアメリカの伝統っていうのは、うん、あの失われてないなと思いました、ね。その先の先で手を打っておくことによって、先手を絶対取っていくと。そうそうそう もちろんねトラヌカタヌキの川山用になる可能性というのはゼロではないけれども、はいえー、とにかくそういう思考をしておくことというのは私は戦争外交ということを考えるで、うんはい、とても重要だと思いますけどね。うまあ、これそういうこういい思考法っていうのは、まあ ね東アジアもこれだけ緊迫してるってことを考えると、うん、ま、ここに乗っかっておくであるとか、むしろ日本も同じように主導していくていです。そうそう,そうだからほら、この間ブリンケンがさ、はい、ブリンケン国務,国務長官が、はい、あのー、応酬して、ま、習近平さんと、はい 国家主席と会談したじゃないですか。しましたね、あのなんかテーブルの議長席に。あれはさ、その通りでさ、テーブルの議長席に習近平氏が座って、両側にアメリカと中国、議長は習近平氏だというさ、本当に外交的なさ、慣習を破るような。 まあ、はっきり言うと失礼な、はい、あれで私はブリンケンは相当頭にきてると思うんですけどでもまあ、あのー、要するにね、はい、アメリカ側はそれなりの姿勢があるわけよこれ下手すると下手に出てるというふうに見られるかもしれないけど今のところ習近平氏が、はい、そういう,こう交渉に乗り出そうという気がない。 アメリカとしては、この危機のテンションを管理しないと、<う>本当にこれが暴走してたら大変だと思っているそう、そうここがね、まだねこうちあの、米中関係というか、中,中国問題、はい、あ中んずく台湾問題っていうのをどう考えていくかっていうことの難しいところなんですよね、まあ、いずれ私はあの、はい、落ち着くと,ときがあると思うけれども、はい、つまりそれはさ、 えとバイデン、習近平会談に向けての一つの前哨戦みたいなもんだから、はいまあ、11月の、ね、APEC などを機会にやるんじゃないかと言われてます相当あの、内部的にはやる必要が出てくる、国内的にはね、アメリカ国内的にやる必要があるというふうに見られてると思うけど、うんうん、なんとかこ,れこの問題を、はい、あの型をつける必要があるとうんさあ、そしてそんな中国についての話、こちらのニュースです。 中国で改正反スパイ法が施行中国で7月1日スパイ行為の取締りを徹底するために改正された反スパイ法が施行されました曖昧だと指摘されているスパイ行為の定義が拡大され取締りのさらなる強化が図られます まあ、これ、死、運用しようと思えば、恣意的にいくらでも運用できると。これはね、反スパイ法が、もうすでに、はい、えっと、施行する前に、うん、もう事実上反スパイ法のような、措置で、はい、えっと、拘束されて、中、中国拘束されている、あの、人が、うん、日本人だと、2014年以降、あの、17人いる。はい、ですもね、れもこれね、あの、日本で報道されるのはこれだけだから、主に、こう、メインで報道されるのはこっちだけだから、はい。あの、 日本だけがやられてるのかと思うと、えええ、全世界の、うん、あの、先進国、西側先進国の、はい、あの、企業の方々が拘束されてるんだよね。うんで、これは反スパイ法が施行されたら一体どうなることかと。 まあ、これね、その国家の安全であるとか、まあね、国益に反することは取り締まるんだ、というふうにああ。曖昧な文言なんですよ。もういくらでも解釈できる。そう、いくらでも解釈できるから、うん、まあ、その時々のさ、その国との関係とかさ。はい、うん。それによって、えー、一種の威嚇、脅しというものに、うんはい、ブラフのために逮捕してみせるとかっていうようなことを、うん 権威主義的な国家だからやろうとするわけです。これね、うんうん、中国はまっとうな国家に本当になれるのかと、あ<ー> <laughs> こんなことやっててうん、うん。そうですよね。で、そういう,こう法の安定性みたいのがないところで、じゃあビジネスできるかっていう話です、ね、そ,うそうそうそう。法的安定性がなくて、はい、契約の自由だってこれによって侵される可能性があるところに、まあ、契約の安全性、自由とか安全性っていうのね。で それをこう、そういうところを無視して今までずっとこう、はい、あの、貿易を拡大させてきたりして、ね、中国の向上進出したりしたわけでしょううでもやっとここの矛盾っていうのが出てきてると思うんですよね。はい、私は中国が本当に発展したいと。 思うんだったら、うん、あの反スパイ法も、はい、何度というものを廃止すべきだと思うし、うん、施行したされた途中か廃止するっていうの,を言うのもなんだけどさ<ー>それに台湾に対する軍事侵攻はやらないということを明言すべきだと思うんですけどね、うん、結局この辺の法律の運用とかもこうなんかいたけだかなところが見えちゃうか共通してる感れないですね。 続いて教えてニュースキーワードですフランスの暴動先月27日フランスのパリ郊外で17歳の少年が警察官に銃で撃たれ死亡した事件をきっかけにフランス全土では警察への抗議活動が暴動へと発展1日までにおよそ2300人以上が逮捕されましたこの事態を受けてマクロン大統領は予定していたドイツ訪問を延期しております いま、えー、だ収束を見せずという、あのー、ちょっと前にさほら、はい、年金に関するデモっていうのがあ,ありましたね。あれフランス人フランス在住の友達に聞いたら、まあ、あんなもんあれはね、あのー、年中行事みたいなもんでバカンスの季節になったらなくなるよって言ってたんだけどでもまた新たなこう暴動というか、はい、大規模なこの。 あのー、抗議活動みたいなものがですね起こってしまってこれはまた違うことでこれは八月、えっと、6月の27日に、はいあのー、交通検問中の警官がて、うん、停止命令あの停止命令に応じなかった少年を射殺したと,い、はい、ところから始まって、うんえー、これほどの 大きな騒ぎになってしまったんだけど、どっちか、あの非常に若年者も参加者に多く、うん、10代も多くて、はい、かつこのパリ,だパリだけというか、<い>パリよりも、郊外の方が激しいんですって。だから、なんか非常に嫌な感じのする。<ー>でこれは当然そのあの、差別、移民とか低所得層に対する差別っていうのも、はい あの大きなものとしてあるんだけれどもつまりこう、うん、マクロンの経済政策の,あの失大きく言えば、ね、失敗というのも、はい、とかインフレとかさそういうのもあるんだけれど背景あるんだろうけれど、うん、何かこう、うん、こういう銃撃事件から始まってアメリカのさロスボードとかさ。 ああいう警官によってなされた、うんはい、あ黒人、あるいは黒人に対する暴行やこうあの射殺とかさ、うん、そういうことを単に発するんだけど、それがなんかフランスに移ったような感じがしますね。うんうんまあ、全体として、まあ、社会不安であるとか不満みたいなものがもうずっと溜まってきたのがで吐け口となってしまったという それも要するにバカンスに行くことは、はい、などあのままならないというかうそういう状況ではない移民とか低所得層が中心になっているというのが、はい、今回の,あの暴動抗議活動暴動の一つの、うん あ,のあれじゃないんじゃないかなとかなかポイントなんじゃないかなと思、ねあまあ、経済状況も悪いし、先の見通せないというふうになってくる中で、社会不安が高まると。そうそう、そうすると絶望が広がっていくからね、はいえー、社会に対する怒りがどんどんいやましていくわけですよね。うーん、まあ、そうですよね、日本のネットスラグなんかだとこう、無敵の人というような言い方されるような、ただこういう。 状況ってその極論に引っ張られたりとかする逆の例えばそのマリン・ルペンとかが言うあ<ー>さ、はい、ああいうものに対して逆にこう力を与えてくれるかもしれないし、うん、その分社会の分断というのがですね、うんえー、どんどん広がっていくという恐れもあるんでまあ私は基本的に。あの こういういう差別問題とかと,というよりは全般的な問題としてヨーロッパっていうのはこれからもう没落していくしかないというふうにずっと言ってますけどあのヨーロッパの回復というのはえ望みえないだから,だからこう日本とかとね連携していこうとかっていうあの安全保障的にもという話になっていくんだけれどあのそういう。 この流れの中の一つの一コマなのかなとうーんまあ EU を作ったりユーロを作ったりいろいろこう固まって求心力をとかやってきたけれどもやっぱり流れには逆らえないところがありますか。 ま、逆にその EU を作ったり、ユーロを作ったりしたこと自体が、はい。このな、この流れに繋がってしまったというですね、そういう側面というのは否めないと思うんだよね。自分たちで経済の主権を一部渡すことになっ,って、そうそう。コントロールできなくなった。そうそう,そうそうそう。で、もう一体になって、一種のこう、アルタルキーみたいなものを作ってしまったがゆえに、あの、周辺部から不満がを紛失していって、ギリシャはあんなことになってしまったとか。 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自民党安倍派5人の議員を中心とした体制への移行を目指す。 安倍元総理が亡くなって今週7月8日で1年となるのを前に自民党安倍派では萩生田政調会長や松野官房長官ら5人の議員が会談し今後の派閥運営について5人の議員を中心とした体制への移行を目指す方針を確認しましたああもう1年になるのかっていうものすごくこの1年早かったような気がするし何か結構 結構遠い感じもする。そう,、ね、うん。あれは参議院選挙のさなかの出来事で、うん。まあ、ある意味で、日本のけ政治にとっては運命の日だった、うん、あの、安倍氏が残した影響力からすると、まだ強い影響力を残されていた時に、はい、あに、生命奪われてしまったんで、うんあの、衝撃的な事件だったんですけど、うん、まあ、その、お 会長不在の状況というのが続いた中で、はい、なんか、じゃあ新たな会長を選出するのかなというと、なんか集団指導体制みたいになれている、はい、<laughs> から、あのすね、要するにこう安倍派っていうものがまとまりを書いた状態であるということの象徴のような気が。うんうん <laughs> 最大派閥がこんなことでは困るんだがうんまあね、この派閥に影響力ある元会長の森喜朗さんなどは、この7月8日をめどにしてね、うん、会長選出したいよねっていうの最初は言ってたそうそうち,ゃちゃんと派閥の名前に関されるような人を選ぶべきなんだけど、5人種であるとうん萩生田さん、世耕さん、松野さん、西村さん、高木さん。はい、はい まあね、あの、現在でも、こう、あの、養殖についていらっしゃる方々皆さんなんで、別にこう、うん、人選についてはさ、 あの文句はないんだけれども、一人にまとまらんのかいっていう、そういうことになりますよね、感じがしますね。まあ、こういう、な,なかなかこう決まっていかないっていうのも、ね、選挙の情勢とかそういうのを見ながらあのね、だから今の情勢っていうのは、はい、はっきり言ってべたなぎ、ベタなぎ何にもこう、政,政局的には、はい、あの動く要素がないという状況の中で、まあ、 岸田総理としては、はい、どうやって、下降傾向にある支持率というもの、内閣支持率というものを復活させていくかということで、うんはい、あの、地方を回って、あ<ー>回るとか、はい、あのーこう、広島、 原爆平和記念式典その一環ととして出るかそういうことが続くし世界的な、はい、あのー NATO 首脳会談とかに出たりというのはう、まあ、とにかく日本中である世界では旅をなさって、えー、とにかくこう何とか支持率の回復に相努めようとなさっているいう状況の中で、はい、もやもやもやっとした動きが野党なんかでもんかこう公明党維新が連携したり。はい おね、立憲民主党からはどんどんこう人が,抜け,人が抜けていったりみたいな状況が続くわけですね。そうですよね,、まあ、ね当面の焦点は10月に解散があるかどうか。はい、お10月臨時国会臨時国会冒頭解散があるかどうかなんですけどまあちょっといろんな課題があるからクリアできるかどうかわ、はい、からないこれは。おその支持率の部分というのも課題の一つ支持率も,ももちろん課題の一つであるし公明党との ああ<ー>東京選挙区で、東京,はい、東京でギクシャクしてしまったものをあれできるかと。いや修復できるかと。 先週末あたりね、これに関して、公明党の側からも山口代表などが、いや、東京も協力できればいいよねみたいなた、ね、だからそういう,こう、やっと修復の動きっていうのは出てきてるんだけど、まだ確定的なものとしてあるわけではない、はい、総合学会の佐藤さんとかの意向ってどうなるのかっていう、えー、副会長、副会長佐藤さんとかの意向はどうなのとかさ、うんはい、いろんなことが水面下で起こってるわけです、私、取材してますけど、ちゃんと。すそのね本当佐藤さん昔から言われた てるのは菅さんとととててて、も仲が良いということは言われその菅さんは今は、まあ、まあ半主流とまではいかないけれどもこうねちょっとなかなかニュースが出てこない中で何してんだろうねとかんねその中で佐藤さんは比較的長期当選として、はい、えまあ大阪が。 一つの典型的なな例になっていく、まあ、またこれ解消されるかもしれないけど、ええええ、維新との連携なんだよね、はい、今ねもともと公明党の議員さんが立っていた6つの小選挙区、うん、ここに維新は今まで立ててこなかったけれども、うん、今回立てるぞということを期間決定したそうそうそうで、うん、それをどういうふうにやっていくかあ<ー>あのマネージしていくかっていうはいでまあこれは当然さらに先を見ると、ええ 公明党が半ばこう、うんうん、あの、政治の中から、あの、徐々に撤退していくっていうことがあるのかもしれない。お、うん、ただ衆議院とか辞めるとかね。ああ、なるほど。かつて衆議院はなかったからね、公明党は。あそう、公明党はもともと参議院選挙から。そうすると、そこの票っていうのは一体どこに行くのか。 公明党の。一つの小選挙区あたりで大体1万から2万と言われていますが。とかっていうようなことが、はい、こう長期的な計画として考える<ー>それは何が前提になるかというと、はい、自民、維新、公明の連立ですよ、うん、およく言われるのはその、ね、連立の組み替えなんて言われるのって公明を取るか維新を取るか っていうようなね、こう対立軸で言われること多いですけど、そうじゃないかもしれない。そう,そうじゃないかもしれないうん。いうこと。いやこれ、そうなると、なんか、政治全体のこう見取り図がどんどん変わってゃう。ただ、これはいろんなまだ要因があって、例えば今の岸田政権っていうのは、はい、菅政権とかに比べると、はい、維新との関係がよろしくない。 あまあ、菅さんの時っていうのは、そのねまあ、安倍さん、菅さんの時代って、松井一郎さんとか、そ<う>まあ、あるいは橋下徹さんもそこに入るかもしれませんが、<う>なんか4人でご飯食べたりとか、そ,うそ,うそれがニュースになったたりしてましまよねでじゃあ,いあの、維新だと、はい、どの政自民党の勢力とくっつけるのかっていうと、今もそうじゃないですけど、今まではやっぱり河野太郎だったわけよ。 ああ、河野さんの、その、改革するぞっていう姿勢みたいなものって、確かに維新の人はチンパシー感じてるところがあると言われてましたね。そう,そ,うそ,うそう。ところが河野太郎がマイナンバーで完全にこけちゃったんで。おお。今必死にやってますけども。大体いいさ、はい、マイナンバーのことでさ、名前変えるとかって言ってるじゃん。はいはい、名前変えたってしょうがないんだよ、これは。はいはい、マイナーカードっていう名前がこれイメージあるんだっていう話が出てきましたそうそうそう。いや、だ名前を変えてどうするんだって私は思いますけどね。<laughs> う というわけでです、ね、どうもやり、はい、やり損なってる、うんあ、ということだと、で、なんで、はい、なんか難しくなっていると。<ー>そういう、こう、べたなぎの中でもね、水面下でいろんな戦いが、こう、く、繰り広げられている政局でございます。なるほど。これ、表に出ないところでそうやって、こう、ガタガタガタってやってると、思わぬ風でぴょって出てくる。そう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 。う面白いね。うん。ある意味で、 なぎだとさ、政治記者やることないように見えるけど、はい、今は政治記者面白いですよ。ちゃんと仕事した方がいいよ、皆さん。政治評論家の皆さんも、ん政治記者の皆さんも。そういうのってあれですね、表に出せないけどっていう取材が、この時期は積み重なる時期かもしれないですね。そうそうそうだから、ね。そういうのを全部出してやる、あの、はい YouTube チャンネルを始めようかと思っておっとマジすかもうだっていい加減すぎるから、政治評論が。<や>ちゃんと取材に基づいてないから。<laughs> ほお、それはまたすごいことになりそうですね。まあね。まあいろんなね、本当もうメディアの伝え方とか、その伝送経路がどんどんね、進化しますからね。そうで、まあ昔ながらのやり方やってんだよね。政治記者も、政治アナリストも。うん自分に情報をくれる人に有利なこと、話を。 するっていうようよなう誰かとはんかテレビによく出てくる人は菅さんとすごく仲良しだとかさなるほどあるじゃううんあの<で>今の政権内でもう毎週会ってるとか有力者と会ってるってそのさ人の政局見通しに支配されちゃうんだよ<ー>で大体間違うわけ。うーん まあね、確かにあの解散をめぐるあたりとかっていうのもね、そう,そういうのを感じたりしますが、えー、政局についてお話をいただきました。